痩せたい人は今回のスクワットが最強です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、毎日20回で痩せ体質を作れるタオルインスクワットというのを紹介します。最大のメリットとしては、代謝をアップさせれます。通常のスクワットと違って、上半身もしっかり使うことができますので、自重でいわゆる重りを持たずに自分の体だけを使ってですね、全身使うことができます。通常のスクワットよりも、ももの裏にもしっかり効きますので、太ももの前がね、太くなりやすい方でも足痩せ可能です。メリットとしては、全身の筋肉を使うことができます。タオルを使うことによって、負荷を上げることができますので、通常のスクワットよりも代謝をアップさせれます。そして、行いやすい。これが一番のメリットです。結構スクワットしてもですね、フォームが正しいのかなとか、わからない方も多いんですけども、今回は、タオルを使うことによってより行いやすく、しっかり全身鍛えられます。デメリットとしては、前かがみになりますから、腰が痛い方はですね、ちょっと骨盤をしっかりね、意識して腰に負担ないようにすればできます。で、体が硬い方はですね、前かがみになるのでちょっとね、やりにくいかもしれませんが、まあ、タオルの長さがね、長いやつとか使ってもらえば同じようにできます。ではやり方を紹介します。まずタオルを使ってやるんですけども、通常のスクワットはですね、股関節から後ろにお尻を引いて、膝が出ないように行うっていうのがまずスクワットなんですけども、まずやり方としてはよくわからないって方は、骨盤を意識してください。股関節を引くことによって骨盤が前傾しますから、前傾して筋肉引っ張った状態でしっかり行うっていうことが大切です。ですので、実質膝を出さないようにって言いますけども、骨盤を前傾させるっていうことが大切です。で、今回ですね、スクワットは下半身を主に使うんですけども、今回背中もしっかり使うことができますので、スクワットよりも代謝をアップさせれます。そしてタオルを使うことによって太ももに行く負荷が上がります。まずやり方としてはですね、タオルの端っこを持ってタオルを踏みます。足は肩幅です。つま先はしっかり前向けます。で、タオルを持ってですね、タオルを踏んで、タオルを持ってる手は体を上に持ち上げる感じで、体を上に上げながら膝を動かします。骨盤をしっかり前傾させます。こっから体を上に持ち上げる感じで、しっかりタオルを踏んで膝を動かします。ぐーっ、ぐーうっ、こういう感じです。ぐーうっ、これでしっかりももの裏、背中、お尻、そして太ももの前を使うんですけども、前でも膝の上の方ではなく付け根の方を使いますから、膝の上の方がですね、スクワットをすると効きやすいって方も今回はおすすめです。これを一緒に20回行いましょう。これを毎日20回やることで痩せ体質を作れます。1週間頑張ってみてもらえたらと思います。で、頑張ってる方はですね、毎日こちらのハッシュタグを使ってですね、ツイッターに動画投稿してもらえると、フォームなどをチェックしますので、よろしくお願いします。では一緒に20回行いましょう。いきます。しっかりタオル踏んで、12、13、14、15、16、17、18、19、20。お疲れでした。いやー、きつかったですね。これを毎日20回やってですね、体の変化を
Twitter のハッシュタグこちらを使ってぜひ動画投稿をよろしくお願いします。タオルをしっかり踏むことによってしっかり負荷が上がりますから、しっかりタオルを踏んでタオルの端っこ持ってしっかりタオルを引っ張る感じで背中もしっかり効かしてください。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。 Twitter のアカウントはこちらになりますので、ぜひフォローしてもらって、今回の1週間タオルインスクワットチャレンジハッシュタグを使って動画投稿よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。